皆さんこんにちは。ちょっと画面がうまく小さくならない。うちの柱時計が5時を鳴らしましたので、生放送をいつものように始めたいと思います。最近うちで踊ろうっていう歌にコラボするっていうのが流行ってまして、クリシャの系統でもやっておられる方あるんですね。今日はそのご紹介をしたいと思います。一つ目は牧師さんがうちへ踊ろう、うちで踊ろうのコラボをしてる、これをですね、知らせてくださった方がありましたので、それを紹介します。ちょっとそれ映しますね。ちょっと左右が逆になってますので、それを直します。こうですね。今からちょっとね、画面があんまり綺麗でなくて申し訳ないです。元の画面はもっと綺麗なんですけど、音がちょっとちっちゃね。ということでした。これがね、うちで踊ろうのコラボ画像がですね、もうなんか YouTube で見てましたら無数にあるんですよね。またこれね、逆になってるな、作用が。もう100はくだらない、何百ってあるんじゃないでしょうか。で、一つ一つ見ますと、パーカッションあり、ピアノあり、それからフルオーケストラだとか、お琴ですとかね、いわゆる邦楽で、やってるやつなんかもありまして、もうあらゆるジャンルの人たちが、プロ、アマを問わず、ジャンルを超えて、国境も超えて、このうちで踊ろうにコラボしてる。なんか見てて、そのこと自体に、とっても感動、するわけです。すごいな。で、一つ一つが音楽としてクオリティが高いですし、それから画像ですね、もう非常にクオリティが高い。音といい、それから画像といい、そういうこうプロアマのアーティストの方たちが良い機材をもう日頃から備えてて、そういう仕事をしてる、もうそれが遺憾なく発揮されてる、クオリティの高いものを作る、もう日本のアーティストたちのこう質の高さっていうのを、底力っていうのをこういう時に見させていただいて、心強いなっていう感じがします。きっとこのコロナ騒動が終わった後にね、なんか新しい文化ができてるんじゃないかなというような、そういうことを予感させられる気がします。で、さっきね、アーティストのクオリティ、アーティストのクオリティが高いっていうことを言って、考えますに、私のこの動画のこのクオリティの低さ、 iPad のカメラでふっと撮っただけのこの安易な生放送、申し訳ないなっていう気はするんですけど、もうコロナが始まってふっと思いついて始まってちゃったことですから、ご容赦ください。コンセプトとしては、やっぱりこういう大変な中でね、こう楽しいほっこりする時間があったら、それでまあそれがちょっとでも助けになるなと思う人が、もう一人でも二人でもいてくだされば、その人のためにやりましょうと、それだけのコンセプトですので、
で、一番最初に生放送中とか、こういう紙を出しときました。で、これが出てきたときに、もう今見ないっていう人はもうピャッと瞬間的に消していただいたら、結構ですので、そしてまた後で見ていただくっていうこともできます。もちろんもう見ないで済ませるということもできるわけですから、勝手に流れてくるものですから、大変ご迷惑かな、申し訳ないかなと思ってるところもありますので、どうぞご容赦ください。こっちの方から勝手に流れないようにするという設定がちょっとできないのでですね、申し訳ないんですが、そういうことでよろしくご了承いただけると助かります。で、さっき、うちで踊ろうのコラボで、クリスチャン系のやつ、一つ牧師さんのやつ紹介しましたけど、もう一つの牧師の弟さんがやってるって、この人はどうもプロみたいですね。ピアノで、うちで踊ろうコラボ。今度はこれを見ていただきたいと思います。ちょっと画面をひっくり返しして、こうですね。また左右が逆になってるな。これをこうやって、こうやって、これさっきはこれ、初めはこれ見ていただいた。で、この下に入れております。こちらも牧師の弟さん、ピアノめっちゃうまいって書いてますけど、じゃあこちらをご紹介します。うわ、音が。ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、ちょっと部長法がありまして申し訳ないです、もう一回ね、最初からいきますね、巻き戻ししまして、スタート。ということでございました。ひっくり返しをして、こういう大変な中で新しい文化が生まれてるって、そういう感じがします。で、ちょっと捨て間になっちゃうんですけども、今こういう本を小冊子を作ってるところでして、印刷屋さんに無事出しました。来週ぐらいに出来上がってきます。これは出来上がりがこういう感じ。アダム書房ですでに出した本ですけども、こういうね、薄い本なんですね。ですから、もらった人が、これどうも差し上げますって言われたら、あっといただいて、で、ポケットに、背広のポケットに、スッとしまってしまえる。ハンドバッグにスッとしまってしまえる。そういうこうツールです。で、一冊300円とかで、自分の個人誌だとか、また教会のメッセージだとか、そういうのを、こういうこうツルツルっとした本当の印刷のこれね。で、今回は表紙がこの似顔絵、すごく上手な人柄がにじみ出てるような似顔絵、これを、ある絵師様ですね、画家さんに描いていただいて、それで
あなたのびっくり本を作りませんか、あなたの教会だとかあなたのグループのびっくり本を作ってみませんかというような企画を考えている次第でございます。でね、これ生放送でね、ちょっと部屋をね片付けたらいいですね。洗濯物が後ろに干してあるとか、部長法ですわね。あとね、着てるものがちょっと毎日同じもの、キタキリスズメでもあれだから、毎日違うものを着るように心がけた方がいいかなっていうので、ちょっと今日違うものを上に着ております。あまり気配りできない人間なんですけど、ささやかな気配りなので、お受け止めいただければ大変ありがたいと思います。今日はもう12分ぐらいですけど、これで終わりにしたいと思います。ご覧になっているあなたに、神様からの豊かな守りと祝福と導きがありますように、心からお願い、お祈り申し上げつつ、この番組を終わります。